幸福とは何か、差別と暴力が渦巻く世界で、その答えを探す旅が始まった。長い監獄生活で弱ったならず者たちは、食事のための金稼ぎから始めることにした。ツルハシを手にして、鉱脈を掘った。手に入れた鉱石を売り払い、食事にありつくことができた。腹の内側でのた打ち回っていた気がなくなった。餓死の恐怖は消えたが、ならず者たちは幸福を感じなかった。鉱石を掘り、それを売り、食べ物を買う。あまりに単調な日々の中に、人の幸せを見出すことはできなかった。ならず者たちは幸福の答えを探すため、今日も殺伐とした世の中に身をさらすのであった。今日も剣士実況をやっていこう。今日もツルハシを手にしてカンカン採掘中だぜ。なんて地味な絵面なんだ。もっと血、脇、肉、踊るような体験はないのか。血、流れ、肉、飛ぶような体験ならできるぜ。単純労働に嫌気が差し始めていた頃、町の前に異変が起きていた。うわ、人が死んでる。死んでない、死にかけているんだ。ちょうどいいから、この死にかけの野党を使って、剣士の HP を説明していこう。剣士には、体の各部位に HP が設定されている。血液、頭部、下腹部、胸部、左腕、右腕、左足、右足だな。その中で、血液、頭部、下腹部、胸部のいずれかが、マイナス100になると死亡するよ。獅子の HP がマイナス100になっても死にはしないが、代わりに欠損して二度と使い物にならなくなるぜ。この野党は左腕の HP がマイナス100になっているから、腕がもげてしまっているぜ。攻撃されて HP がマイナス100を突破したんだね。でだ、野党が死にかけている原因は胸部だな。胸部の HP がマイナス83。マイナス100まで目前だね。ちなみに、剣士ではある程度のダメージを受けると、キャラクターが気絶するぜ。気絶したキャラには攻撃できないから、ある意味無敵状態だね。だが、気絶した者勝ちというわけではない。HP バーが緑、赤、灰色の3色に塗られているのがわかるだろうか。緑は体力を表している。緑が多いほど安全ってことだぜ。灰色は鈍器によるダメージ、赤は斬撃によるダメージを意味する。注意したいのは斬撃によるダメージだぜ。斬撃を受けると流血状態になり、その部位の HP がどんどん減っていく。HP バーに赤い部分がある状態で気絶すると、その間に HP が減っていき死亡することがあるよ。目の前に転がっている野党は、まさにそういう状態にあるぜ。味方がこんな状態になった時には、応急処置を施して出血を止めることが重要だよ。治療対象を右クリックして、応急処置をクリックする。治療キットを所持していれば、これで治療をしてくれるよ。まあ、治療キットで治療ができるのは、あくまで生き物に限定されるがな。このゲームにはロボットも登場するからね。話をしている間に、野党の治療が進んでいるようだな。バーの赤い部分が黄色になっていっているね。黄色の部分は止血完了を意味する。応急処置はあくまで流血を止めるものであって、HP を回復させるものではない。それ以上 HP を減少させないための処置というわけだ。ちなみに剣士世界には HP 回復アイテムは存在しない。回復は自然治癒によるもののみだ。流血が治れば、そこから自然に回復していくんだけど、回復速度はかなりゆっくりだよ。寝袋やベッドで寝ることで、回復速度を早めることもできるぜ。とか言ってたら、目の前に奴隷将が。奴隷将は、倒れた人間に足かせをつける。足かせをつけられた人間は、その時点で奴隷になるよ。奴隷にした人間を担いでいるな。ああやって、奴隷を拠点に持ち帰って商品にするんだよ。せっかく助けた野党をかっさらわれるのは気に入らんな。奴隷将の手の届かないところまで持って行ってあげよう。ここら辺で降ろそうか。人体がゴムまりみたいに吹き飛ぶのは剣士世界の日常。しかし、あの野党も結局奴隷にされてしまったよ。まあ、よかったんじゃないのか。この世界で一人片腕で生きていくのは厳しいし。ぶっちゃけこの世界では奴隷は守られた存在だよ。自由を失う代わり、奴隷は餓死することがない。職場は逃走できないように高い塀に囲まれているけど、これは侵入者の防止にもなっている。従順である限り、命の保証はされるぜ。しかし、それが幸福と言えるかどうか。だが、この世界では弱者は幸福を手にする前に死ぬ。鉱石を運んでいたリーフが植えた野党に襲われたよ。こいつらはドラクエでいうところのスライム。
一人一人は弱いけど、徒党を組んで襲ってくる。最序盤だと、なすすべなく囲んで殴られるぜ。ここは逃げよう。街中まで逃げれば、衛兵たちがやってきて野党を退治してくれるぜ。パトロール中の衛兵が迎え撃ちに行ったね。緑の数字が敵が受けたダメージだぜ。二人で戦っているのに圧倒的じゃないか。この世界ではここまで強くないと、衛兵は務まらないぜ。逃げ回っているだけでは強くなれない。ここは衛兵さんたちと一緒に戦って、少しでも戦闘経験を積もう。さあ、行くぞ。リーフとストーク、弱った敵を叩くんだ。一ダメージも与えることなく終わったが。そんな、どこかに這いずり回っている敵はいないかな。いや、野党がもう一グループ登場したぞ。さっきよりも敵の数が多そう。この乱戦の中に突っ込むか。たとえ返り討ちにあっても、他の仲間が治療してくれるから大丈夫さ。キャラが一人しかいなかったら、気絶してそのまま絶命するってパターンもあるからな。最初から仲間が複数人いれば、死亡するリスクもぐんと減らせるよ。というわけで、リーフとストーク頑張って。二人一遍に投げ払われたな。序盤では武器を振ることさえままならないよ。うわ、なんだ。戦いの匂いを嗅ぎつけて奴隷商がやってきたよ。商品を入荷しに来たわけか。奴隷商が参戦したことで、戦いは一瞬にして終わりを迎えたよ。結局大して戦えなかったな。今度はボーンドッグと戦う飢えた野党を発見したよ。剣士ではこうした NPC 同士の戦いが頻繁に起こるぜ。戦いで傷ついた敵を襲ったり、倒れた敵の所持品を漁ったりと、漁夫の利を狙うこともできるよ。鉱石を売った帰り道、奴隷化された野党を発見。片足を怪我して立てないようだ。どれ、こいつでちょっと技を磨くか。私の頭の上に目玉のマークが出たよね。これは気配を消す隠密モード。目玉マークは青、黄色、赤の3色がある。頭の上の目玉が青色なら気づかれていない。目玉が黄色になれば気づかれそう。赤になれば気づかれているって意味だよ。そして霊夢が今やっているのは暗殺の練習。暗殺といっても殺すんじゃなくて、相手を気絶させる技になるよ。奴隷商が介入したことで、暗殺はできなかったな。まあ、失敗しても暗殺スキルは上がるから別にいいんだけどね。奴隷商から逃げようとする野党。待て待て逃げるな。頸椎を殴打して野党を気絶させたぜ。暗殺スキルが高いほど、気絶している時間は長くなるよ。奴隷商が奴隷を放ってどこかへ行ってしまった。この隙にピッキングスキルも磨いておくぜ。ピッキングスキルが高ければ、檻に入れられた時や、鍵のかかった入れ物を開ける時に役に立つよ。外にも奴隷化された野党がたくさんいるね。ちょうどいいからこいつらを暗殺やピッキングの練習台にしよう。みんなでピッキングの練習をしているよ。足かせを外した野党は、戦闘なり暗殺なりの練習台として持ち帰ろう。しかし、この行動はトラブルの種だった。私たちは奴隷商たちとすれ違う。この時、奴隷商から攻撃されてしまったよ。きっと商品を奪われていると思ったのだろう。ちょっと借りるだけですやん。酒場まで逃げ込むぜ。用心棒さん、助けてください。戦闘状態の野党が入ってきたらすぐに戦うのに、奴隷商相手だと剣すら抜いてくれなかったぜ。なんでですか、店で厄介事が起きているんですよ。もちろん私たちでは奴隷商に勝てない。人を担いでいると戦闘でデバフがつくんだけど、それにもかかわらずボコボコにされているよ。意識があるのは私と小手氏だけ。でもマリサは足をやられて這い回っている状態だよ。これにて全員ノックアウト。奴隷商はすでに奴隷を手にしているからか、私たちを奴隷化せずに立ち去ったよ。戦っている最中は奴隷化されるんじゃないかと、ヒヤヒヤしていたぜ。ストークが店からつまみ出されてしまったよ。用心棒は店内の死体や気絶した人間を外に放り出すからな。ここで死んだふりをしていた小手氏が立ち上がる。彼には応急処置を頑張ってもらうぜ。応急処置が済んだ人はベッドに寝かせていくよ。私の足がプランプランになっているな。どんな怪我も寝てれば治る。そしてこの顔である。この世の全てを諦めたかのような顔だ。みんなの治療を終えた小手氏は、置き去りにされた奴隷を発見する。
先ほどボコられた鬱憤をこの奴隷にぶつけるぜ。弱い者がさらに弱い者を叩く世界。現実も似たようなもんだから OK。そして、目の前で人がリンチされているのに止めようともしない通行人たち。他の誰かが通報すると思っているんだろう。だが、誰も消防車を呼んでいないのである。しかし、地べたを這う人間すら倒すのに時間がかかっているな。これが今の私たちの実力だよ。振り下ろしが決まってついに相手はダウンしたぜ。相手を治療しておこう。試合が終わればノーサイドだからな。本音を言うと、死なれてはもう殴れなくなるからね。野党から奪ったボロ切れを身にまとったよ。そして、さっき応急処置を施した野党を3人でボコるぜ。もう終わったか。応急処置を施しただけで HP は回復していないからな。攻撃に耐えられないんだろう。今度は逃亡中の奴隷を発見。こいつも私たちの主要相手になってもらおう。今度は2本足で立っているし反撃もしてくる。正々堂々の試合だよ。正々堂々。こちらの攻撃は当たっている。しかし、空振りも目立つな。実戦でこんな調子ならまず勝てないね。ストークに相手のカウンターパンチがヒット。リーフが背後からどついて勝負あり。しかし、こんなことでは効率の良い育成とは言えないな。早くのに出て野党の集団と戦えるようになろう。生活水準の向上も忘れてはいけない。現在同鉱石を蓄える容器を製造中。完成品がこちらになるよ。容器の便利なところは作業の自動化が可能になること。マリサに同鉱脈を掘る仕事を割り当てるんだけど、ここでシフトキーを押しながら仕様を選択する。すると左下にこういう表示が出てくる。これはキャラクターに割り当てられた仕事を意味する。仕事を割り当てられたキャラはその仕事を勝手に行うようになる。そして、銅鉱石を入れる容器で自動収集を選択する。これで、私は銅鉱脈を掘り、銅鉱脈のインベントリがいっぱいになったら、自動で銅鉱石をこの容器に収納するようになったぜ。いちいち手作業で銅鉱石を売りに行く手間がなくなって、利便性が向上したよ。マリサが甲府に勤しむ中、他のメンバーは野党を担いでランニングの真っ最中。重いものを持って移動することで筋力が上がっていくぜ。一応運動スキルも上がるが、身軽な状態で移動した方が効率よく上げられるぜ。パン1で走り回るのが最強ってことだね。変態かな。小屋をもう一つ買ったよ。ここにコンロを設置しようと思う。コンロがあれば、料理ができるようになる。照明と料理を保管する容器も作って準備万端。自炊をすることで食費が減らせると思ったが、これはうまくいかなかったぜ。コンロを選択して生産級から作る料理を選ぶ。最初は野菜料理を作ることにしたぜ。それで材料に注目してほしい。野菜料理一つ作るのに、グリーンフルーツ8個と水1個が必要だぜ。グリーンフルーツは店で買うと1個40キャットくらい、水は22キャットちょっと。野菜料理は店で400キャット弱で買えるから、店で材料を揃えて自炊したところで、大した節約にはならないんだぜ。どうやら自炊は材料を自己調達できるようになってから行うものだったらしい。結局、出来合いの料理を店で買い続けることにしたぜ。ハブの町の前で倒れている野党を発見。その中に死んだふりをしている奴がいたので、衣服を剥いで窃盗スキルの特訓をしているぜ。窃盗スキルは店に置いてあるものや、個人が所有するものを盗むことで上昇する。死体や意識不明者から失敬しても、それは窃盗とはみなされずスキルは上がらない。しかし、死んだふりをしているなら別、装備を剥げば窃盗に当たるよ。こうやって、盗んでは戻しを繰り返すことで効率よく窃盗スキルをアップさせていくことができるぜ。ただし、スキルは成長するほど上がりにくくなる。窃盗スキルは80代から伸び悩みが出てくるよ。野党も空中浮遊するほど単純な作業を繰り返した後。私の窃盗スキルは82まで上昇したよ。暗殺も地味に48になってるな。窃盗中、息を吹き返した野党たちを暗殺しまくったからね。無所にぶち込まれる前の実力が戻ってきたな。しかし、戦闘においては話は別だよ。現在、ダスト盗賊という勢力に追われて酒場まで逃げ込んでいる。ダスト盗賊は、飢えた野党よりもずっと強い連中だよ。用心棒さん、助けてください。
酒場の中は乱闘状態。用心棒は出すと盗賊相手にも負けないぜ。でも、私たちはボコボコにやられているよ。ただ、ボコられることで打たれ強さがアップする。死にかけることで、なかなか倒れない丈夫な体ができるよ。用心棒たちとの共闘で、出すと盗賊を順調に倒せているぜ。まあ、ほとんど用心棒たちがやってくれているんだけどね。それと、ストークは己の拳で戦っている。彼が刑務所に入るきっかけになったのは、農場で働いていた時に、雇い主を殴り殺したからだったね。その時の腕っぷしを取り戻そうとしているらしい。そのストークが倒れてしまったけど、最後のダスト盗賊も倒れて戦闘終了。みんな流血しているから急いで応急処置をしよう。ダスト盗賊から装備を剥ぎ取ったよ。武器も鉄の棒からサーベルになったぜ。これで少しは強くなったかな。溜まった銅鉱石を売ったら、お金が1万キャット以上になったのである場所に向かう。こいつらは忍び盗賊団。1万キャット支払うことで、盗品を買い取ってくれたり、忍び盗賊団の施設を無料で使わせてくれるようになるよ。私たちと同じアウトローだな。まあ、この世界はアウトローの方が多いけどね。1万キャットを支払って忍び盗賊団と友好関係を結んだぜ。地図から見れる勢力図一覧を見ると、忍び盗賊団との友好関係が100になっているね。忍び盗賊団と同盟関係が築けたところで、今回はここまでにするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。